こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日はちょっと喋りたいと思います。政治の話というか、社会の話ということですかね。で、ちょっと一つ喋りたいんですけれども、あんまり政治色が強いのはね、もう、あんまりやめとこうかなと思ってるんですけど、ちょっと政治とはあんまり関係ないんでいいかなと思います。何かっていうとね、今、脱炭素って言われてますけれども、その脱炭素にもいろいろあって、ほとんど意味がないパターンが多いので、そういったところの話をね、ちょっとしたいなと思います。もう脱炭素の嘘と言ってもいいような、内容だと思います。やっぱり国が進めるとか、そういうのでね、もう利権を持った人がね、いっぱいいるので、そういうのをどんどん進めていこうというふうな流れになってます。世界中でそうですね。ヨーロッパでまず脱炭素とかね、起こって、そこで利権が生まれて、それの波に乗って、日本もそれに追随するという、いつものパターンなんですけど、ヨーロッパとかアメリカとかが始めたやつがね、なんか日本に入ってくると、それをありがたがって、さも正しいかのようにね、言ったりするのがあるんですけども、そんな話です。そもそも、地球温暖化してるのかしてないのかっていう、そういうところまで話を遡らないといけないんですけど、そこはちょっと置いときます。いろんな学説もあって、今はっきりと温暖化してるかどうかもわからないっていうのが定説なんですけども、一番正しい答えなんですけども、温暖化してるとね、テレビとかいろんなとこでは騒いでますけど、それが本当か嘘かっていうところ自体から話をしないといけないんですが、ちょっとそこは割愛します。脱炭素って言ってね、今なんかエコがエ、あのー、そう、再生可能エネルギーとかいうね、単語が出てますけど、再生可能エネルギーの意味もちょっとわからないんですけども、電力とか何でもそうですけど、使ったものは再生できませんから、再生可能の意味がわからないんですけども、要するに太陽光とか、そういうのを進めていこうというね、国の方針になってますけども、それにものすごく、疑問があります。疑問があるっていうか、もうはっきり言ってそれは間違いだと思ってるんで、その辺の話をしたいなと思います。まず太陽光っていうのはね、100%いらないかっていうと、そういうこともないので、例えば災害の非常電源、一般人が、一般の、一般家庭が災害用電源として使うもんでしたら、やっぱスマホとかも、充電できるし、若干のね、パソコンを動かしたりとか、情報を取るためにも、災害時は必要なので、家に、多少のその太陽光発電の設備があるとか、役所に太陽光発電の、設備があるっていうのは、それはとてもいいことかなと思います。だから建物の屋根とかにね、つけたりとかするのは、いいと思います。それを義務化っていうとね、後でも喋りますけど、いろいろ問題があると思うんですけど、要所要所ポイントでっていうのは全然いいと思うんですけども、やっぱり太陽光発電、今進めてますけど、一つ目の、大きなマイナス点は、電気代が高くなってるっていうことですよね。太陽光を買い取るということで、補助金がついてますから、補助金というか、その電気代に上乗せされてますから、そういった意味で電気代が高くなってるっていうのと、あとはその環境破壊がひどいですよね。太陽光パネルを、設置する。大規模、太陽光発電、今流行ってますけれども、あちこちの山を切り崩したりとかね、自然にあふれたところをね、わざわざ開発して、山切り崩してね、作ってます。で、静岡の方ではね、その山を切り崩して太陽光発電、したおかげで土砂崩れでね、何人も亡くなってます。これは本当にね、ちょっと山の方とか、車で走った時とか思います。おもむろにね、突然太陽光パネルがバーンと山の斜面にね、つけられてるの、出てきますけど、もう見るだけでもね、もう環境破壊って思うし、悲しくなりますよね。せっかくの自然をね、切り崩して 何をつけてるんやっていうのでね。そういうね、環境破壊、物理的にまず環境破壊してるというのはね、ひどい、ことだと思います。
あとはその太陽光パネル、10年とか20年で、寿命が来ますけども、結構それ廃棄するときに、すごいコストがかかる上に、まあ、ちょっと人体に有害なやつがね、含まれてたりとかして、古くなってくるとね、それが出てくるっていうね、そういう心配もあります。だから本当に環境破壊、まあ、多分、立ちの悪い業者でしたらね、まあ、発電能力が落ちてきたら、そのまま、放置して、そのまま放置して、撤去も何もせずとか、それとか、よくわからない産廃業者が取り壊して、それを違う山に捨てに行くとかね、まあそういうことは絶対起きると思います。だからもう将来的にわたっても、自然を、侵していく、まあ非常に悪い、ね、そういう太陽光パネルというもの自体が非常に悪い、原因になると思います。あとは、まあ、外資がよく、大規模ソーラー施設、まあ、土地を買ってやってるんですけども、外資で買われてる土地が、もう山手線の、10倍の面積を、太陽光発電の用地として、まあ、外国のね、資本が、日本の土地を買ってるっていうのもね、これも問題だと思います。だから本当にね、太陽光パネルっていうのは、いいんですけども、そんなメガソーラーとか言われるようなやつをね、日本各地にあちこちに山切り崩して、自然を壊して、環境破壊をして、設置するほどのメリットはないですから、太陽光発電っていうのはやっぱり曇ったら発電しませんし、太陽光発電で、電力は安定しないので、皆さん知らないと思いますけど、電気っていうのは一定の発電量をキープしないと各地で停電が起こります。昔北海道でね停電が起こったのは、それが原因なんですけど、結局ねその太陽光パネルで発電するのと同じだけの、量を発電する、火力発電所が必ず必要になります。だから太陽光発電をしてるっていう陰で、実は火力発電所を作らないといけないというね、そういうことになってます。だから本当にね、それに意味があるのかっていうとね、全く意味がないと思いますね。それやったらもう普通に最初から火力発電所を作って、火力発電所で、やればいいだけのことなんで、だからもうこの今の太陽光を使うっていうね、そういう流れっていうのはね、非常に、危険だなと思います。はい。あとはね、ガソリン車をなくすっていう話ね。これも非常に危険だと思います。やっぱり電気自動車は、なくせばいいとかいうことではなくて、あってもいいと思うんですけども、全部を電気自動車にするっていうのは、これははっきり言って 100% 間違いだと思います。日本はハイブリッドのね、技術も、優れてて、燃費で、20キロ、30キロ、もういつガソリン入れたかわからんぐらいになるまでね、乗れる車も、ね、今実際問題として走ってますから、だからそういうところにね力を入れる方がね、とても健全だなと思います。まあ、その、ハイブリッドにしても、大きなバッテリーを積んでるわけですけども、その大きなバッテリーを、作るのと、あとまた処分するときに、膨大なコストもかかりますから、これもバランスだと思います。だから本当に、ガソリン車をなくすっていうのはね、ちょっとやばいと思います。はい。しかもその、バッテリーとかのね、主なメーカー中国ですから、全部、電気自動車になると、中国が潤って、また軍事侵攻のね、資金になるっていう。もうそれしかないので、結局中国は儲かるように、ね、なってます。太陽光さっきのもそうですけど、ほとんど中国系のね、投資ですから、中国人が儲かるようになってる、世の中の仕組みをなんでみんな喜んで、やるのかっていうのが不思議ですね。まあ中国は、置いといて、中国は置いといても、やっぱりガソリン車をなくすっていうのはね、非常に偏るのでね、おかしいと思います。電気自動車、動かすためには充電しないといけないんですけども、まあ、考えればわかることなんですけど、充電するために今は、日本原発ほとんど止まってますから、ほとんど火力発電で、電気を作ってるわけですよね。だから、まあ、わかりやすく言うと、まあ、火力発電蒸気でやるんですけど、まあ、ガソリンとか、まあ、石油ですよね。石油を炊いて、お湯を沸かして、それでタービンを回して電気を起こす。
で、その電気が、長い送電線を伝って、まあ、各家庭に行って、そこから充電器を取り出して、車に充電します。どう思います？意味ないでしょ。それやったらさ、あのもうだからお湯を沸かす時点でね、そこでまあ、ロスが出てるわけですね。それタービン回しても、それそこでもやっぱりロスがあります。で、長い送電線通す時にもロスがあります。もちろん家のその充電器から、車に充電するのもロスがあります。っていうことは、最初から車でガソリンを焚いてる方がはるかにガソリンの量少ないんですね。これ誰が考えても分かりますよね。こんな単純なことね、分からない人が多いっていうのがね、不思議なんですけれども、もう一回言いますよ。簡単なことなんでね、発電所で、まあ、石油とか石炭炊きます。それでお湯を沸かしてタービンを回して、電気を作って、長い送電線を通して、で各家庭に配られて、で各家庭で、充電器をね、車に差し込んで車に充電するっておかしいと思いませんか？最初からガソリンを車に入れてね、動かした方がはるかに、効率がいいです。わかりますよね。だから電気自動車っていうのは全然エコでも何でもないです。むしろ環境破壊を進めてます。これははっきりと言えると思います。まあ、もちろん電気自動車の良さとかもあるんで、別にゼロにしろとは思いませんし、そういう極端なことを言ってるわけじゃなくて、今なんかね、セブンイレブンとかがね、配達してくるようなちっちゃい電気自動車とかありますよね。まあ、ああいうのは小回りも効くし、まあいいと思いますし、まあ、もちろんガソリンをね、だからああいう電気自動車やったら室内とかね、大きな工場の中とかでも使えますから、別にガソリン炊く必要もないですから、換気もいりませんのでね。だからそういうのは全然いいと思います。もちろん電気自動車もね、ゼロでなくていいと思います。別にあるのはあったらいいと思うんですけど、電気自動車がエコだっていうのは間違いです。これはしっかりとみんな頭にね、入れといてほしいなと思います。電気自動車効率が悪いんで全然エコじゃないです。はい、これはもう正しいことです。やっぱりハイブリッドはね、ガソリンも、結構ね、もう分からんぐらいしか減らないので、ハイブリッドいいと思います。まあ、だからといって全部ハイブリッドにしたらいいかっていうと、それもちょっと問題があると思います。だハイブリッドするには、さっき言ったみたいに大きなバッテリーがありますから、その原材料とか、調達できなかったらハイブリッド作れませんからね。と考えると、まあ、いわゆる普通のガソリン車、これも必要だと思います。だから本当にね、バランスよく、いろんなものがないとね、大変だなと思います。今水素自動車っていうのがね、出始めてます。この間802がかかっててね、なんか SDGs のね、話をしてました。環境に優しい水素自動車をとか言ってね、なんかアナウンサーの人が言ってたんですけどね、もう聞いた瞬間、この人頭おかしいんちゃうかとか思いましたけど、まあきっと知らないだけでしょうね。全く分かってないと思うんですけど、水素自動車、水素がエコですって言ってますけど、まあ水素はエコかもしれないですけど、水素を作るためにどれだけの莫大な電力が必要かっていうのをね、分かって言ってるのかなとか、思います。水素作るのにね、ものすごく電力かかりますから、そしたらその電力を作るためにまたさっきの話ですよね、石油とか石炭とか炊いてタービン回しててそしたら車の中で最初から石油ガソリンね、ガソリン炊いた方がはるかにエコでしょっていう話なんですけどね。もう本当に、ね、それを802で堂々と言ってて、しかも SDGs ってヨーロッパの方で言われ始めたと思うんですけども、 SDGs なんか頭おかしいとしか思えないですよね。もうはっきり言って、なんか内容聞いてたね、おかしいですよね。もう辻褄が合わない、矛盾だらけ、もう本当になんか利権団体が儲かるようになってるだけっていうね。まあそんなにね、軽々しく乗っかってる日本の世の中もどうかと思うんですけども、まあそこはしっかりとね、本当の意味を、考えてほしいなと思います。はい。
まあ、結局どうしたらいいのかっていうことなんですけど、まあ、やっぱり電力が安くないと工場、特に中小企業とか、非常に困ります。で、物の値段がどんどん上がっていくんで、作るコストが上がるとね、物の値段が上がりますから、これはもう普通に考えたらそういうことです。だからやっぱり、俺は個人的には、原発はなくした方がいいと思ってるんですけども、何事もやっぱり極端なことはね、世の中壊しますんで、まあ、今存在してる原発を、そのまま、再稼働させて、電力、安い電力を、安定させるっていうのは、非常に大事なことかなと思います。もちろん廃炉の問題とかもあるんで、廃炉も莫大なコストかかりますから、そこまで入れたら電気代が安いのかっていうとね、ちょっと疑問がつくんですけども、やっぱり石油を止められた時に、原子力で、電気を補わないと、いけないですから、それこそ大東亜戦争が始まったのはアメリカから石油を止められたわけですから、そういうリスクも考えると、やっぱり原発あるものは動かした方がいいと思います。まあ、もちろん安全基準とかね、その辺は厳しくやってもらっての話なんですけども、日本の原発は高性能ですから、本当に福島の原発も結局は地震で壊れてはないですから、あれが爆発したのは、結局は電気が止まったから、非常用電源がね、本来でしたら屋上とかにつけないといけないのに地下にあったので、電力が全て止まってしまったんで、炉が暴走したっていうことですから、原因はそれです。だから地震ではどこも壊れてなかったので、安全に停止してる、近隣のね、原発も全部安全に停止してますから。だから、あれはもう本当にね、それが原因なんで、それを考えると、日本の原子力発電所は、とても安全です。それはまあ、中国とか作ってる原発とか比べると全然違うと思います。はい。やっぱりそういう意味ではね、日本の、原子力発電所も安全ですし、何より日本の石炭火力の、石炭の、発電所っていうのはとても高性能です。空気にね、有害な物質出さないように、する設備まできちんとつけてて、本当にね、環境にはとても優しい、石炭火力です。やっぱり石炭が一番エネルギーでは安いので、やっぱり発展途上国とかね、石炭でないとやっぱ買えないと思いますし、だからやっぱり日本のするべきこととしては、高性能の、石炭火力を、東南アジアとかね、友好的な、発展途上国にどんどん輸出してね、インフラを立てて、で、そしたらそこでね、発電をしても、まあ、言ってみれば公害が減るわけですよ。高性能のね、発電所ですから。そしたら、世界中のね、脱炭素にも大きく貢献できると思います。だから本当にね、やれることはいろんなことたくさんあるんですけども、どうも間違った方に行ってますね。まあ、ゴミ袋の 有料化とか、あ、ゴミ袋じゃない、買い物袋の有料化とか、もう笑うしかない話ですよね。それを言うんやったらね、中国の人はみんな川にゴミ捨てますから、それが海に流れて日本に流れ着くわけですよ。そしたら中国にね、ゴミを捨てるなっていうね、そういう方にお金を使えばいいのにね。レジ袋有料化とかね、もう完璧にお門違いですよね。だから本当に、政治家ってね、頭悪いですね。はい。まあ、官僚も頭悪いですね。まあ、多分、頭悪いというよりも、分かってても自分たちの利益のためにそっちを取ればいいやんっていう、そういうことで動いてるんだと思うんですけどね。本当に嘆かわしいことです。やっぱり、まあ、国民がそういう、意識を高く持たないと、こういうことは全然改善しないと思うんでね。まあ、とりあえず太陽光パネルをね、バンバン立てていくのだけはもう早急にやめてほしいですね。まあ、一部の国会議員の人はね、そういうことを訴えかけてくれてますけど、世の中の流れはね、テレビとかが煽ってるんで、太陽光は素晴らしいみたいなことをね、煽ってますけど、太陽光何も素晴らしくないですよって。デメリットも山の上にありますから。まあ、もちろんいい面もあります。だからさっき言ったみたいに、本当に災害時とかね、太陽光パネルがあれば、それで、電気が使えるようになりますから、まあ、そういう意味ではね、非常に優れた発電方法です。だから本当に、バランスよく、いろんな
いろんな火力も水力も、まあ、原子力も稼働して、まあ、もちろん太陽光パネルもね、あと新しい、発電方法としてね、まあ、地熱であるとか、まあ、いろんな風力であるとか、いろんなあると思うんですけど、まあ、それもやりながら、織り交ぜながらやっていくのが一番いいなと、思います。やっぱりあの火力だけに頼るとね、石炭石油止められたら発電できませんから、やっぱり原子力も必要です。ということでね、まあ、本当にね、この脱炭素っていうことに関してはね、あの、巷で言われてることがあまりにも嘘が多いので、まあ、本当に皆さん騙されないようにしてください。もうテレビとかね、どういう力が働いて、どういう利権でね、そういうのを、言いふらしてるのかちょっとわかりませんけれども、あの、本当にね、脱炭素っていうのはね、馬鹿げた話です。嘘です。だからもう、今あるものをね、いかに高性能にしていくかっていう、それが日本においての解決策だと思います。まあ、発電所も高性能にして、あと車もね、排ガスが、さらに出ないように、するとか、まあ、工場も、さらに、技術力を高めて、安全なものにするとか、だからそういう方向に行って、何もかもね、偏るんじゃなくて、バランスよく行かないととても危険だなと思います。皆さんもね、そういうのをちょっと考えながら、ニュースを見てください。そしたら、矛盾だらけなことにね気づくと思うので、ぜひ考えてほしいなと思います。今日も長くなりましたが、久々に真面目な話をしました。それでは今日はこの辺で、バイバイ。